ケットの中から何枚かの硬貨をつまみ出す手品。はい、どうも、僕の川上です。ナイスカラスカイです。クロちゃんです。今日は、はい、悪魔クイズに挑戦していただきます。悪魔クイズね。サタン。今日使うのはこちらです。新編悪魔の辞典ビアス。だから悪魔がいっぱい載ってるんだろうな。一覧みたいな。そう、悪魔一覧みたいな。双角サフィンとかね、悪魔ね。悪魔の双角サフィン。アメリカの作家アンブローズ・ビアスの悪魔の辞典というもので、はい、普通の辞典と同じようにいろんな単語の意味を書いてあるんですけど、うん、その説明文が、まあ、悪魔が書いたような説明になっている。なるほど、なるほど。例えば1年っていうものの説明は何て書いてあるかというと、うん、365回の失望からなる一期間というふうに言われます。なるほど。お毎日失望してんだろうな、そいつは。悪魔だから1日1失望で済んでるんだったらまだね、まだいい。悪魔以上にやばいやつはいる。3失望ですよ。飯と同じ頻度で失望してんだ。今日カレーか。飯のせいじゃん。僕の意味されている部分を読み上げますので、はい、何の僕の解説文なのか。なるほど、はい、早押しで答えてください。早押しなんだね。正解すると1悪魔ポイント。悪魔ポイント。後藤は特にペナルティなしとしています。はい、はい、悪魔ポイントが最も高い人が国の1の悪魔ということになります。いいでしょう。今日何、今日優勝者は悪魔なの。いや、今日もそう、今日悪魔で悪魔を見る。悪魔でね。いいよ、決まった。それではいきます。はい、問題。国際関係について2つの戦争の期間の間に介在。平和。正解。よし。あ、なるほど。守りてえ平和。そう、守りてえ。平和とかいうのは戦争期間の間に過ぎない。休んでるようなもんよ。え、菅井さんもそういう解釈。じゃあ最後に言います。国際関係について2つの戦争の期間の間に介在する騙し合いの時期を指して言う。騙し合い。全然そう。騙し合い。全然そうは思ってなかった。このまま平和は無限にはもう続かないよっていうことを、ね。なるほどね。なるほど。確かに。またいつか戦争が起こる、それまでの間の期間に過ぎないんだ。騙し合い。騙し合いなんだ、しかもね。相手が真実に気づいた時が戦争の始まりなわけや。なるほど。なるほどな。え、すごい早いっすね。いや、今日早いよ、俺。あのね、普通のクイズじゃない時の俺はべらぼうに早い。最近ちょっと単純に菅井さんのボタン押す能力早くない。いや、俺なんか怖いクイズとかも強いから、俺今日怖い系強いから、やっぱ悪魔かもしれない。悪魔かもしれない。問題。あなたの口の中に金属を入れたかと思うと、あなたのポケットの中から何枚かの硬貨をつまみ出す手品。口の中。口の全然想像してないじゃん。なんで押した。自動販売機。違う違う。歯医者。正解。あ、そういうことか。俺も分かってたんだ。そういうこと。分かってたの。なんかあの自販機のこう入れるとこは口かなと思って。なんで自分自販機だと思って。なんであなた自販機だ。いや、だから、いや、あなたのって言われてたから自分自販機じゃん。今分かんないなと思ったんだよ。まあ、金属突っ込んで、まあ、お金を取っていく手品師。そうかな。はい、そうだ。これ完全に騙し取ってるみたいなニュアンスで説明するっていうね、はい、騙し取ってない。あ、でもなんか直してくれるか。直して直してくれる。そう、手打ちなしです。俺どちらかといえば天使に近いから、ちょっと悪魔どちらかといえばさ、天使は悪魔のこと分かっとけ。ちょっと悪魔になるわ。うぇー。よし、はい、行きましょう。問題。動物界のサボテン。ハリネズミ。あー、でもでもそういうこと。山嵐。違う。よーし。別にさ、それなんか、うん、ハリネズミいる？その時点ちょっと見てほしい。ハリネズミ。ハリネズミはないですね。あ、ないですね。動物界のサボテンなんか別にそうか。なんかあんまりネガティブでもないし。まあ、ここからだんだん難しくなる。あ、はい、いいぞ。問題。国境を修正するのに用いられる道具。地図。それ普通じゃん。国境。普通じゃないです。戦争。あ、違う。いや、道具だから。事柄じゃねえんだよな。
武器。正解。よし。あーなるほど、道具だけどね。なるほど、大砲っていうページで載ってます。あーなるほど、大砲ね、はい、まあ兵器武器。確かに俺悪魔の気持ち分かってきたな。それ読んで大砲そういう道具だと思う人いいな。読んでないでしょ。このまま純粋なまま終わってしまった。頑張ろう。こいつの気は人間だからね。俺がお前は悪魔にしちゃうから。はい。早くやってちょ、恥ずかしくない。お前って誰だよ。誰に話しかけてる。ビエス、ビエス。じゃあお前は何なんだ。問題、もともと消化しにくかったものをますます口に合わないものにさせる過程で行われている技術。料理。正解。ちょっと、おかしいじゃんこれ。口に合うようにしてるやろ。いつピアスの近くのコックの料理が下手なだけやろ。そうだよ、これに関してはな。ピアスが料理下手か。毎回ね。もともと消化しにくかったものをますます口に合わないものにさせる過程で行われている技術及び実践。生の状態のものが消化しにくいというのはまあ合ってて、まあ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 、それをますます口に合わないものにさせる。そこますますじゃないですよ。美味しい料理に出会えてな、いいことが分かるわけね、ここから、うん、やっぱそういう人がやっぱ歪んだ考えでこういう感じになっちゃうね。その思想も結構危険だ。口に合わないとか言った時点でもう料理だったな、おそらく。確かにこいつひねくれてるから。そうだよね、だからそういうふうに考えるといいや。そう、もう分かってきたわ、必勝法が。ああ大悪魔なれちゃう。強い悪魔、大悪魔。いや俺せめて今日小悪魔にはないで、今のところ小悪魔だ。もうやめてよ。はい、別に誘惑があったわけでもないのに衝動に駆られるままにわけもなく他人の秘密を口にする。ええあ、噂どういうこと。なになになに。もう一回もう一回。マスコミ。ふうし的、ふうし的。口にするなんで、これ動詞です。あーなるほど。いや動詞はい、動詞か。話す。正解。はい、そうか、そういうことだと思って。英語だとトークで、まあここでは喋るという定義。ああ。喋るっていう言葉の説明を しなきゃいけないのに、特にここを切り取るという、まあ悪魔的な。いやマスコミ、マスコミ、マスコミ、ちょっとふし出ちゃった。川上の思想出ちゃった。はい、それでは続いて最終問題です。はい、問題、人間が迷いから目を覚ますように。迷いから目を覚ますように、何それ。いや俺知らないよ。なんで押したんだよ。夢。あ、人間が迷いから目を覚ますよう。あー、うわ、なんで押して、俺は取れなかった、今手が勝ってる。なんで、これ悪魔的な。悪魔いる。やばいやばい、押させてる。起床。あー、人間が迷いから目を覚ますようにと、その上で何かあるつかの間の芝居が演じられるガラス版。ガラス版。これ俺押していいですか。さっき間違えたばっかりだけど。あ、ガラス版。テレビ。あ、違うんだ。ガラス版。迷いから目を…あ、分かった。はい、鏡。正解。よーし。あー、今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。いや俺鏡見てもテンション上がるけどな。まあでもそれは束の間の芝居が演じられる。鏡か。ああ、なんで押したんだろう。いや、俺は俺が押しちゃったら分かるけど、なんですよ。俺は同じタイミングで。俺は本当に押すもんね。川上さん2点、須貝さん4点、こうちゃん1点で、須貝さんが悪魔。終わったー。悪魔須貝氏も悪魔須貝氏。いやー、小悪魔で終わったわ。終わったな。本日は悪魔辞典を解読。解読。あ、そうですね。悪魔の言葉を解読して我々の言葉に直してきましたが、まあ俺が大悪魔だ、大魔王だったということでね。
いつも通りチャンネル登録と高評価と、コメント、それからサブチャンの登録やツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた。成長にしてね。